っちと両方に高木屋さんがある、ねえなね、トラで有名なお店ですね、うんうん、これもトラさん、みんなトラさんのすごいね、風天のトラ焼きまであるの、ね、どんなものなんでしょう、うん、でも今はあまり甘いものを先に食べないでおやつの時間にしようと思ってますが、ね、先にまずはですね、やっぱり参道であまりにいろんなものを買うよりもお参りを、お参りが、そうですね、それを先に、そこにもトラ屋さんがあって、うん、草団子コーヒーセット、草団子とコーヒー合うのかどうかってちょっと疑問に思ったりするんだけど、昔草団子なんてよく家で作ったでしょ。そうです、ね、そうですけど、私は、はい、使ってない、ね、そう、うん、もう私の子供の頃はいつも母とあの 草餅になるよもぎをで積んで帰ってきたら綺麗に、ね、洗って草団子なんて家で作るものでした ね、 ね、まあ、ヨモギもその辺にはね、うん、生えてないから、可愛いなあの顔、飴屋さんが、そう、ここの飴屋さんも有名なんですよ、創業明治元年ですもん、すごいね、この通りで、ここは名物の川魚料理ね、トラさんのふるさと葛飾柴又200年の味、うん、味、河内屋、この間河内がもう潰れちゃいましたけど、あ、そうなんですか、ここは同じように川魚で有名な河内屋っていうんですね、もうやめちゃったんです、うん、残念ですよね、うん、ここに寅さんの似顔絵なんていうの皆さんが描いたのがあったりね、河内屋はうなぎも有名だしね、タミヤ本舗もここもすごいいろいろ、そうね、美味しそうでしょう、はい、ここが柴又帝釈天です。